にちは。こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。はい、今日もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆様に謹んでご報告したいことがございます。ございます。よろしいでしょうか。はい。はい。この度、グルマン世界料理本大賞2021において世界最優秀賞を受賞いたしました。どうもありがとうございます。なんと2部門受賞いたしました。はい。はい、こちらがダイエット部門。はい。ダイエット部門世界2位。そしてエンターテイニング部門こちらです。こちらが世界3位という称号をいただきました。ありがとうございます。グルマン大賞とは1995年エドワール・クワントロー氏によって設立された世界規模の唯一の料理本の賞です。このクワントロー氏というのはリキュールで有名なクワントロー家出身の方なんですけども、毎年その年に発行された数々の世界中のベスト料理本やベストワイン本が賞に輝いており、料理本のアカデミー賞と言われています。こちらグルマンの公式ホームページから抜粋させていただきました。ではこれからその賞をいただいた本をご紹介させていただきたいと思います。こちらの本になります。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。低糖質だから美味しいおやつ&スイーツが受賞することができました。あーすごいね。うん、ここからはねちょっとぐっと砕けた雰囲気で、はい、対談形式でお送りしたいと思います。この本の特徴をね皆様に知っていただきたいので、ご説明をさせていただきたいんですが、ちょっとあまり固い口調になっちゃうとね面白くないので、ちょっと対談、あーそうだね、対談形式で、はい、まずねこの本の最大の特徴っていうのがあるんですよね、うん、使った材料にこだわりました。おお、なんだろう、特別なものを使わない、なんだろう、おやつとかスイーツを作るにはやっぱり砂糖が必要じゃない、糖分というか昔から使われている材料ですね。そう、うん、まあ人工甘味料と言われるもので糖質を下げるとかではなくって、うん、普段皆様が目にするような食材、普通のね自然の食材を使ってギリギリまでその糖分を減らした。ダイエットや健康のために間食を我慢している人って多いですよね、意外に。でやっぱりこう間食我慢しなきゃと思うとストレスになったりして、うん、でもやっぱりああいうクッキーとかケーキとかには糖質がたっぷり入ってて、うん、糖質は悪者じゃないのよ。ただ摂りすぎると肥満の原因になるナンバーワンなの。おそうですよね。そうだからやっぱり糖質は少し間食で控えた方がいいよっていうのはね、まず基本的なことですね。そうそうそう、肌の老化や生活習慣病の、ね、原因になるとも言われている。怖いですね。怖い、取りすぎは要注意。今結構糖質制限っていうのはね、うんうん、もう世の中でね、そうだね、市民権得たみたいな感じになってますよね。やっぱり綺麗と元気を手に入れるには、うん、糖質をね控えめにっていうのが今やまあもう一般的なね、もう皆さん常識になってるんじゃないかなと思っています。そこでこの本なんですね。そうなんです。なので糖質が多いって言われる小麦粉とか、うんうん、あとまあ砂糖だよね、うん、それをもうギリギリまで減らす、うん、これ以上減らしたらお菓子はできないよっていうギリギリの線まで減らしたんです、うん、でも美味しくなきゃ意味がないでしょ。そうですね。一番美味しさをキープしたままギリギリまで砂糖や糖分を減らした、うん、もうこれはね本当にこの本当にスレスレすごい試食しましたね。した24g ぐらいある、普通買ってくるショートケーキって糖質が 24g、うん、結構なもんですよ、うん、なんかイメージピッとこないと思うけど、この本で紹介しているショートケーキはその3分の1ぐらい、うん、6.8g になっている。まあフルーツをいっぱいとかではなくって、もうショートケーキだけのね、うん、糖質が3分の1ぐらいカットできている。おでも美味しかったでしょ。いや美味しい、普通の全然。そうでこの間ほら作ってくれたドーナツ、うん、はいはい、あれも普通の市販のドーナツの糖質を半分に抑えた。お、まあ、そうやって甘さを控えたことによって、うん、すごいことが起きたんですよね。そうもう大発見というか、素材のまあだから素材のうまみ
を感じることができたんですよ、うん、砂糖だけの甘さのお菓子とかではなくって、うん、もう麦の香りとか、うん、その素材素材持ってる素材の良さを十分に引き出せるレシピが完成したわけですよ。本当に研究の賜物ですね。噛み締めると素材の甘み旨味で美味しいだったら砂糖を減らして大丈夫よとか、うん、そういうもう本当にバランスがね絶妙なレシピになってるんですよこれ。具体的にどういった材料を使ったんですか、うん、よく薄力粉、まあそうですね、砂糖、グラニュー糖とか使うでしょ、常識ですよね、うん、でその全部をなくすわけじゃなくってそこにその特徴を生かせるように薄力粉の半分をまあ大豆粉にしますとか、うん、グラハム粉やっぱりこうあの精製されてない麦はミネラルもたっぷりだし食物繊維もたっぷりだし香りもいいと、うん、あとアーモンドの粉ねアーモンドパウダーとかに変えていったりとかでああいう精製されてない小麦はやっぱりこう糖化する速度も緩やかだから積極的に取りましょうってよく言われるね、うん、血糖値が上がりにくいんですね上がりにくいの、うん、糖分も黒糖とかね使ったり、うんうん、あと蜂蜜アガベシロップなどいろんな糖分を使うことによって素材の持ち味を最大限に生かし少しの量で美味しくなるよっていう、うん、あの組み合わせをね見つけていきましたよこれ、はい、あとあのレシピに書いてる分量にもちょっと工夫があるんですよね。はいそうなんですよ、うん、例えばねまあシフォンケーキが載っててこう一つ作ります。ここに1食分の、エネルギーと、うん糖質量が書いてある。で、どのぐらい取ったらいいかっていうのを書いてある。うん、あのいくらね低糖質だからといって食べ過ぎはダメでしょ。やっぱりそうです、ね。そうそうそう。なのでこれ1個食べたらダメよ。で、このぐらい食べるのはいいよっていう適正量を私はここに書いています。目安としてください。うん、うん、なのでこの量を見てこのお菓子を食べて毎日過ごしてねっていう感じ。そうするとあのストレスなくあの、まあ、ダイエットを楽しみながら間食も楽しめるよっていう量が書いてありますから。というわけで、少し長くなってしまい申し訳ありませんでした、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。これからも、はい、皆様に笑顔を届けられるような楽しいレシピと役に立つレシピと食を中心とした様々な情報を皆様にお届けできるように夫婦で力を合わせて頑張っていきたいと思っております。今日は阿佐ヶ谷夫婦チャンネルから嬉しいご報告でした。これからもよろしくお願いいたします。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また明日。ありがとうございました。ありがとうございます。